は森です。今回はですね、私の1週間のコーディネートを紹介していきたいと思います。綺麗な株ですよね。今日はですね、いつもモデルでお世話になっていますスタジオの方でですね撮らせていただいております。それではね、早速ですがやらさせていただきたいと思います。まずですね、最初にこちらですね、着ている服なんですけども、こちらですね、皆さん知っていますでしょうか。こちらのねフルーツのマークなんですけども、フルーツオブルームというブランドのコラボ商品ですね。あと T シャツ.st っていう T シャツの僕のお世話になっている会社の商品です。こちらはですね、非常に XL のサイズなんですけど、大きめに作られてまして着やすいですね。よく着てます、こちら。はい、非常にこれはたくあんボイがしやすいという、ね、服になっておりますのでね。はい、それでは次いきましょう。タイガーの服ですね。次はタイガー服、タイガーマスクならぬタイガースウェットね。この紫が可愛いですよね。これもね、弟からもらった中古品なんですけども、東京って後ろに書いてあります。非常に東京に住んでいる人からしたら、あいつ東京嘘つけ憧れてるやつだろみたいに思われるかもしれませんが、僕はこちらのね東京のスウェットね、たまによく着てます。この腕のデザインも可愛いですよね。うん、紫っていうところがね、基本シンプルめのクライトンのところまでワンポイントね、派手なインパクトのある色があるとおしゃれでいいと思います。さあ続きましていきます。さあ次はこちらです。これもね、弟からもらった中古品なんですけども、中古品ばっかりやないかって思うかもしれませんがね、まあ僕があえて選んだ、これよこせって言ってもらってきたものなんでね、いらないからもらったものとかではないです。もう交渉に交渉を重ねて弟からもらったものなんでね、僕が選んだいいものです。はい、こちらね、ニューハマフェイスレア、ちょっと読めないんですけど、非常にね落ち着いた一軒家と、なんかねこのデザインが可愛いですよね。後ろはシンプルに白です。こんな感じですね。はい、さあ次行きましょう。さあ続きましてこちらです。また出てきました、こちらのマーク、皆さん覚えていますでしょうか。フルーツオブルーム、皆さんもう覚えましたね。フルーツオブルーム、信州リンゴと信州のブドウ、信州のシャインマスカットが書いてあります。皆さん信州のブランドと覚えておいてください。はい、これの色合いが可愛いですよね。非常にこの何ですか、カーキ色っていうんですかね、まあ、グリーンに近いですけど、カーキよりもちょい明るい感じの色ですね。はい、裏がタオル生地なんですけど、非常に着やすいです。はい、こんな感じです。さあ続きましてこちらでございます。アッドクターということで、白衣を着ています。これは非常にね薄手で、ね、気持ちがいいですね。うん、あとこれが逆にセットなんですよね、これ基本なので、少しのね、シンプルすぎるので、逆にね、これぐらいの装飾品があってもいいんではないでしょうか。自分の心臓でも効きますか。こちら、一番のお気に入りです。これはもうね、最強ですよね。このデザイン、スペースシャトルかっこよすぎますよね。この、アストロノットって書いてあります。デザインかっこいい。この、スペースヒーローって書いてある、スペースヒーローがかっこいい。そしてこのね、たくあん衣装と同じ色というところが最高ですね。ということで、1週間のたくあん森のコーディネート紹介でした。まだまだね、いろんな服ありますので、また紹介できたらなと思います。ぜひ面白いと思っていただきましたら、高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。いつもご視聴ありがとうございます。シェイシェイ、ついでにこういったんですよ。いらっしゃい。